プラトゥーンしないんですか？あのね、スプラトゥーンね、実はあの、ソラネさんがさ、ダウンロード版スプラトゥーン2とさ、パッケージ版スプラトゥーン2あるじゃん。で、あの、パッケージ版買っちゃってたんだよね。だから、なんか僕にその、パッケージ版スプラトゥーンをくれたんですよ。あの、あげると。2個になっちゃって余っちゃうから、あげるから、お前もやってよって言ってくれて、わざわざくれて、わっ、ほんとありがとうございますそのままソラネさん家に置いてきた。いや、だってさ、スプラトゥーンとか FPS、TPS ってさ、めっちゃ画面酔いするじゃん。あの、なんか、これもらっちゃうとこれ絶対やらないと、だ、これ、まあ、そのままこうヒュッてこう、スッとそのまま置いておいて帰ってきた。いや、いや、なんかね、絶対にね、ソラさんは僕にスプラトゥーンをやらせようとしてくるんですけど、スプラトゥーンはもう上手い人がいすぎる、世の中に。世の中の上手い人たち、いや待って、あとちなみにその、ひどくないから、ひどくない。あの、それだって僕にくれようと思って買ったんじゃないもん。買って余ったやつを僕に渡してきて、お前もスプラトゥーンをやれって、お前もスプラトゥーンをやれば俺もスプラトゥーンをやってても何も言われないみたいな。ソラネさん、スプラトゥーン自分がやってること割と負い目に感じてて、なんか、なんて言うんだろう。例えばさ、僕が作業してるじゃん、結構。作業しててるのに、ソラネさんスプラトゥーンしてるじゃん。で、それがなんかそのソラネさんスプラトゥーンしてばっかじゃんみたいなことを言うんだよ。俺の友達とかがみんなあの、ま、ふざけてね。冗談で。のソラネさんスプラトゥーンしてばっかじゃんみたいなこと言うから、それが多分、こう、割と恥ずかしいというか、こう、やりづらいなって思ってて、僕にスプラトゥーンを渡してくるという。いや、全然、今度一緒にやろうって約束はしてるんだけど、いや、全然気にしないでどんどんやっていいのに。てか、あの人さ、スプラトゥーンめちゃめちゃうまいからさ、なんかそのままなんかこう、スプラトゥーンがめちゃくちゃうまい人みたいな、あれになってほしい。なんか慣れそうじゃない？なんかソラネさん、めっちゃうまくない？僕、ルールわかんない。僕でも見ててわかるもん、うまいって。僕はね、あれだよ。キヨとかのそのスマブラ会があるから、スマブラやって、ぐらいで。ね、なんか最近のゲームはなんか本当に目が追いつかないし、なんか一応やらせてもらったんですよ。ソラルさんの家で、1の頃かな？スプラトゥーン1の頃にやらせてもらって、なんかその、最初のさ、チュートリアルの的に当てるみたいなさ、やつがあって、的に当てて的を爆発させる、みたいなやつがあって、なんかそれやるんだけど、動かない的に対してもインクが飛ばないし、インクをどうやって充電すればいいのかわからないし、なんかインク空っぽなんじゃん、途中で。途中空っぽになってなんかこう、何もできないみたいな感じになって、うろうろするだけだし、あとなんかさ、手をさ、こう持ちながらさ、右とか左とかにこう向くとさ、向くじゃないですか。視点が。だからこう、ゲーム機を持ちながら右を向くと、キャラも右を向くじゃん。あれ、つまりさ、どういうこと？立ちながらゲームやるってこと？立ってさ、その場でさ、こう右とか後ろとか向くとするじゃん。で、僕がさ、後ろを向いたらさ、テレビ画面が見えないと思うんだけどさ、それどうやってやんのそれ。え、何言ってんのじゃない普通でしょ、普通。あ、スティック？あ、で、そう、スティックで、なんかスティックでできるようにしてほしい。あ、スティックでできんのかあれは。わかんないけど、なんかそういう、こう、ちょっと難しい、本人動かなきゃいけない操作みたいなのがちょっとこう怖いし難しいし、なんか、いや、よくあんなんできますよね。いや、スプラトゥーン2発売してもう流行りすぎてて、しかもなんかあれ持ち運び可能になったからさ、みんななんかこの、何、リハの空き時間とかにやっててさ、僕だけなんか別にやることないから、なんかバンドメンバーさんとかもみんなハマってるんですよ。だからその武道館リハでその休憩とかご飯食べてる時とかにみんながやるんですよ、スプラトゥーン。で、僕別に何もやってないから、僕だけなんかこう、ご飯食べ終わった。あー、美味しかった、あと30分あるなっていう時になんか一人ポツンってなって、なんかしょうがないからシャワールーム行ってシャワー浴びるみたいな感じので、なんか寂しいですね。よ、みんなね、最近のゲームにね、囚われすぎている。もっとレトロゲーこそが至高であり、初代ボンバーマン、スーパーボンバーマン4とか、星のカービィ3とか、星のカービィ64とか、スーパーデラックスとか、スーパーマリオブラザーズでしょ？スマブラ64でしょ？昔のゲームは、神ゲーと呼ばれるものがたくさんあるんですよ。ファイナルファンタジー6でしょ？みんなね、イカだのペンキだのにね、気を取られすぎている。